Duas horas depois...
들아. こうなったらもうあの人に聞くしかないね。ひばりはできるか。大人の女性になる方法か。みやびさんなら絶対に知ってるはずだよ。なぜそう思うんだ。だってみやびさんは見た目とか雰囲気が学生とは思えないもん。絶対に大人だよ。それを言うな。
くれたか。みやびさん、一緒に遊びに行かない？行く？行くってどこへだ？遊園地はどう？楽しいね、みやびさん。ああ、たまにはこういうのもいいものだな。